フンデルトバッサーフリーデンスライヒレーゲンターク、ドゥンケルブントフンデルトバッサーは、オーストリアの芸術家、画家、建築家。本名は、フリードリヒシュトーバッサー。日本では、フンダートバッサー、フンデルトバッサーという呼び方も多く用いられる。日本語での語は性を直訳した、百水。色鮮やかな外見、自然と調和した建築でよく知られる。 ウィーンにてエルンストとユダヤ系チェコ人の母エルゼのもと、生まれた。実家の首藤バッサー家は、シレジア地方の家系で、オパパの古典文献学者、ヨーゼフ・マーリア首藤バッサーは親戚である。幼い頃、森で花を摘み、おし花にするのが好きだった少年であった、フンデルトバッサーは、花の色を綺麗なまま残したいと絵を描き始めた。しかし、 10歳になった1938年、ナチスドイツがオーストリアを併合、支配下に置かれた。父はすでに死亡しており、母はユダヤ系であったため親子はユダヤ人街へ追いやられ、その地下室で暮らし始めた。フンデルトバッサーは、当時について、午前2時になると恐ろしい親衛隊の男たちが警報を鳴らし、何度もドアのところにやってきたと語っている。 第二次世界大戦後、フンデルトバッサーは画家を志し、スケッチブックを手に旅に出た。訪れたのは、北アフリカの広大な大地、彼を引きつけたのは、床も壁も赤い土でできた伝統的な土の家であった。自然と共に暮らす、そんな生き方に共感し、夢中になって、自らの思いをキャンバスにぶつけた。しかし、ひとたび都市に戻ると、 戦後の建設ラッシュが始まっていた。新しい建物は皆角張っていて、灰色。無機質で、画一的。それは人を閉じ込める、刑務所のように見えた。そうした建築に、違和感を覚えた。彼は、血を流す建物で四角い構想を建築の壁が赤く、傷つき血を流しているような独特の建物を作り、創作活動を始める。そしてある時、 彼の作品に渦巻きが登場する。円に流れる地私は自転車を持っているではどこまでも果てしなく続く曲線。一方で断固拒否したのは上下で引いたような曲線であった。自然の中に唯一存在しないものが曲線である。社会や文化が存在しない、この曲線に基づいているとすれば、やがて全ては崩壊するだろう。 彼にとって無機質な直線に比べ、渦巻きは植物のように成長する命の象徴であった。自然への畏敬の念を込めた作品、私はまだわからないわ、次第に世界で高い評価を受けるようになった。ウィーン美術アカデミーで学んだ彼は1981年から母校の教授を務めた。自然を愛した彼は、建築でも自然への回帰を唱え、 曲線を多用した独自の様式を編み出した。晩年を過ごしたニュージーランドへ向かう客船上で死去した。日本での作例に TBS の21世紀カウントダウン時計、キッズプラザ大阪の子供の町や大阪市環境局舞島工場、大阪市舞島スラッジセンターがある。また、日本の風呂敷を美しくて無駄がないとして称賛し、 1997年に12種類の風呂敷絵を描き商品化している。フンデルトバッサーにはハプスブルクロートリンゲン家を信奉する熱心なオーストリア王党派としての一面もあった。1983年、彼は次のような言葉を残している。オーストリアは定感を必要としています。オーストリア万歳。立憲君主国万歳。 オットーフォンハプスブルク万歳、大阪市環境局舞島工場。ありがとうございます。